最初はまあ少ない数から始めていて、今1年間に10万匹ぐらい飼えるぐらいのね、大きな設備が持てるようになってきたんですけど、まあ、うなぎの場合はちょっと今規制が結構厳しいので、新規参入がまあほぼ現実的には不可能というような状況にあるので、まあ、これからどん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 広げていく過程の中で、まあ、完全に養殖ができるっていう、もう仕入れを自分でしなくても自分で生産もできるもので、である程度のその認知度とか付加価値があるものということでアワビを始めたんですね。で今アワビがここにずらっと